久保さんまあ物の見方によってはやっぱ全部意味がないってことですね <laughs> 全部意味がないしまあ人間も無駄ですよね物の見方によるとだって多分地球上の生命の中で一番地球を壊してるのって人間じゃないですかどうですかね猿が地球壊せます人間ぐらいですよね核,核作れたりとかロケット作れたりとか 自動車作れたりとか。だから一番最も地球で地球を壊してるのは人間なんで地球にとっては人間無駄じゃないですか。てかもはや人間いない方が地球もっと綺麗になるだろうしい <laughs> ってらっしゃい。